大谷翔平選手のドジャース移籍で水原一平さんが語った本音、翔平はもっとすごい成績を残す。 WBC 優勝の勢いそのままに今季投打で大活躍した大谷翔平選手は、これらメジャーリーグでの8タイトル獲得で伝説の2023年、そしてエンゼルス生活を締めくくることになりました。大谷翔平選手のドジャース入団やそれに派生した話題により、ベースボールの話題がクリスマスシーズンにもかかわらず賑わせていることにはアメリカでも驚きを持って報じられているわけですが、昨日コン FA の注目ランキングで大谷翔平選手に次ぐ2位にランクインしていた山本由伸選手もメジャー史上投手最高額でのドジャース入団が決まり、アメリカのツイッターでは何時間もトレンド1位にドジャースが入っており、早くもワールドシリーズというキーワードもトップ3に入るなど、世界中で大きな騒ぎとなっています。山本由伸選手のドジャース加入により、 WBC で頂点に立った大谷翔平選手との超強力侍ジャパンタッグが結成されることになりました。ただこれにより一つの疑問がネット上を騒がせているのです。それは二刀流スターの影の立役者である通訳水原一平さんの業務範囲です。通訳どうするのかな、一平さんって由伸さんの通訳もするんかな、まさかの掛け持ち、もしかして通訳の一平さん取り合いになる、一平さん二刀流になるのね、とこれまでのように大谷翔平選手の専属ではなく山本由伸選手の分も担うのか否かに注目が集まっているのです。というのもメジャーリーグのアンリトンルールが影響するのです。メジャーリーグのアンリトンルールには、大差がついた試合で勝っているチームはカウントノーストライク3ボールから打ちに行ってはならない、大差がついた試合で勝っているチームは盗塁をしてはならない、ノーヒットノーランや完全試合が継続中にバントヒットを狙ってはならない、ピッチャーはバッターに当てても誤ってはならない、ピッチャーが打者を抑えた時派手なガッツポーズをしてはならない、打者がホームランを打った時塁間をゆっくり走ってはならない、打者がホームランを打った時派手なガッツポーズバット投げをしてはならない、連続本塁打の直後は初球を打ってはならない、などといったことが有名でしょう。そんなアンリトンルールの中にはベンチ入りできる通訳は1言語につき1人までというものがあるのです。つまりドジャースのベンチ入りできる日本語通訳は1人だけなので、そこには水原一平さんが入ると思われるため、山本由伸選手の通訳の方は試合中にはベンチに入れずサポートができないというわけです。おそらく山本由伸選手は試合以外では専属の通訳をつけて、試合中だけ一平さんにもサポートをお願いするという形になるのではないでしょうか。ちなみに山本由伸選手の英語力ですが、11月26日のオリックスのファン感謝イベント後のインタビューで、本当に最低の最低のレベルだと思いますと課題を明かしています。さて二刀流となり大忙しになる一平さんですが、2022年シーズン終了直後に行われた NHK のインタビューで、大谷翔平選手が強豪チームに入団した場合について語っていたことがあったのです。そのインタビューでは、この年のアーロン・ジャッジ選手との史上最も熾烈と言われたリーグ MVP 争いに話題が及ぶと珍しく語気を強め、 MVP レース自体はひいき目なしに見ても余裕で翔平だと思うんですと切り出し、よくみんな言うのがジャッジ選手はプレーオフに進出する強いチームでプレーしていて、翔平は弱いチームでプレーしていると言うじゃないですか。僕はもし翔平が強いチームにいたら個人成績はもっと伸びると思うんです。翔平の成績はプレッシャーのない試合で残した結果だとかも言われますけど、翔平はプレッシャーがかかるとアドレナリンが出てさらに活躍する選手なので、どうモチベーションを保つのか難しい状況の中であれだけの成績を残したことは逆に評価されるべきだと僕は思っているんですと熱く語ったのです。この大谷翔平選手を世界で一番近くで見ている一平さんの言葉から、今回大谷翔平選手が強豪チームのドジャースに入団したことで、これからの大谷翔平選手の個人成績はもっと伸びることは間違いないでしょう。ちなみにそのインタビューでは一平さんは、翔平は基本野球の自己評価がめちゃくちゃ低いんですよ、他の選手のことはすごいなとか言ってすごく褒めるんですけど、僕がいや自分の方が全然すごいじゃんみたいに言っても、いやいやいやと謙虚とかそういうレベルじゃない、何なんですかね、今年も残った数字だけ見れば本当にすごいんですけど、翔平本人は不完全燃焼みたいに言っていて、本当に投打ともに伸びしろしかないので、このレベルをあと10年くらい持続することもできると思いますし、ホームランもいつか60本以上打つと思うんです。60本打てるよと翔平に言うと、いやいやいやと言われますけど、でもやっぱりアメリカでプレーオフを経験してないので、その舞台で翔平がプレーすると一体どうなるのかは見てみたいです、やっぱり優勝するためにアメリカに来ているので来年こそはと語ったのです。以前一平さんが大谷翔平選手の魅力について語った時、
1とにかく謙虚、2何かを背負っている素振りを見せない、3優しいと挙げたのと同じく、またも大谷翔平選手の謙虚な姿勢を強調。さらにやっぱり優勝するためにアメリカに来ているので、来年こそはと大谷翔平選手と目的を完全に共有していることが分かりますね。ちなみに過去のインタビューで一平さんは映画を見たりしても大谷選手が涙を流しているところは見たことがないと明かしたことがあり、続けて僕も泣くようなタイプじゃないけど、もしワールドシリーズで勝ったりしたら僕は泣いちゃうかもしれませんとも話していました。ワールドシリーズで勝って大谷翔平選手と水原一平さんが泣く姿、そんな場面があったら日本中が涙することは間違いないですね。ちなみにそんな一平さんの気になる年収は一体どうなっているのか。一般的な日本人メジャーリーガーの通訳の相場ですが、去年8月に掲載されたカリフォルニアのメジャー球団の正社員として新しい通訳の募集求人を見てみると、 MLB 選手の通訳募集、日本語と英語の両方を流暢に話せる方、同時通訳、逐次通訳の経験のある方、正社員という内容で、給料は5万から8万ドルとなっており、年収は約700万円から1200万円であることが分かります。またスポーツライターの友成那智氏は、 MLB の監督の年俸は意外と低くて、大多数は100万ドル前後、コーチも大物なら70万ドル前後はもらえますが、それ以外なら20万から30万ドル程度ともっと低くなる。以上をベースに考えれば、水原氏とて15万ドル、2000万円強がせいぜいではと語っており、一平さんの日本人メジャーリーガー通訳としての経験を踏まえると、年収は2000万円から2500万円程度なのではと思われます。なおこれは球団との契約による払われる給料です。一平さんには収入の柱がまだあります。それが大谷翔平選手との契約です。なお一部 YouTube チャンネルやブログでは、大谷翔平選手は NHK のドキュメンタリー番組に出演した際、一平さんには僕の収入の 5% くらいを渡しています、もう少し活躍すると増やせるんですけどねと明かしていましたと紹介しているものがありますが、その一時ソースはなく創作だと思われます。ある在米コーディネーターは、水原氏は大谷の代理人事務所である CAA との契約で、大谷の年俸の1から 2% に相当する報酬を受け取っていると言われています。大谷がドジャースと10年約1014億円の契約を結んだことにより、雇用契約だけで同氏の年収は単純計算すると約1億から2億円前後になると思われますと話しており、最低でも一平さんの年収は1億を超えると予想しています。大谷翔平選手の約1014億円の契約から仮に 1% だったとしても、一平さんは大谷翔平選手との契約で10年で約10億円を手にすることになり、1年に換算すると約1億円となるのです。つまり球団からの給料と大谷翔平選手との契約を合わせると年収は約1億5000万円程度となるわけです。ただ大谷翔平選手が年俸7000万ドル、約101億円のうち200万ドル、約3億円しか受け取らず、残りは2034年から10年間無利子で支払われるという異例な契約にしたことで、一平さんへの支払いタイミングや金額も変わったのではないかという識者の声もあります。とは言っても、産経新聞社が発行する夕刊フジの公式サイトでは、大谷翔平選手はネズバレロ代理人に全部後払いにできるかと10年間ただ働きでもいいと話していたと伝えられている大谷翔平選手ですし、野球以外で年間約60億円というスポンサー収入があると言われている大谷翔平選手であれば、ここ10年でドジャースから毎年受け取る約3億円から実に 33% となる契約通りに1年約1億円を一平さんに支払いそうな気もします。なお代理人のネズバレロ氏の取り分は 5%、約50億円と各種メディアは報じていましたが、それも大谷翔平選手であれば一括で支払うことができるはずです。仮にネズバレロ氏が10年分割を了承していた場合、大谷翔平選手は球団から受け取るのは毎年約3億円にもかかわらず、一平さんに約1億円、代理人に約5億円の計6億円を支払うということになるわけです。全ては憶測の域を出ませんが、いずれにせよ通訳としては異例の巨額報酬といって間違いありません。さて大谷翔平選手と山本由伸選手2人合わせて10億2500万ドルの特大補強、さらに言えばドジャースは今オフ11億6150万ドル以上の補強を行っており、気になるのはカーショー投手との契約と、移籍先予想ランキングには3位にランクインとしている今永翔太投手獲得。カーショー投手は契約更新したとしても手術の影響で復帰は夏になると見られていますし、大谷翔平選手も来季は投手登板はないとされているので、最新の2024ドジャースの先発ローテーション候補はこのようになっています。この先発陣に今年は今永翔太投手が加わる可能性がありますし、2025年は大谷翔平投手とカーショー投手が加わることになります。ドジャース、
本気でワールドシリーズ制覇に向けて最強チーム結成に向けて動いています。ちなみにドジャースは今季本拠地での平均観客動員数は 47,371 人で全30球団でトップ。そこに大谷翔平選手、山本由伸選手も加わり、一体ドジャースはどんな盛り上がりを見せるのか楽しみで仕方ありません。右肘手術のリハビリも順調で、開幕戦にも十分間に合うんじゃないかなという感じはしますと自信を見せた大谷翔平選手。花巻東高時代から目標にしてきたドジャースでワールドシリーズ制覇の夢を叶えるべく、前へ前へ突き進んでいく大谷翔平選手のこれからを楽しみにしましょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。